アイアンマンさんは2013年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画であるマーベルスタジオ制作マーベルコミックのアメリカンコミックヒーローアイアンマンの実写映画化作品の第3作品目また様々なマーベルコミックの実写映画を同一の世界観のクロスオーバー作品として扱うマーベルシネマティックユニバースの作品としてはアベンジャーズに続いて 第7作品目の映画となる。また、フェーズ2の第1作目でもある。マーベルコミックのアメリカンコミックヒーロー、アイアンマンの実写映画化作品の第3作、アイアンマン、アイアンマン2の続編である。また、様々なマーベルコミックの実写映画を同一の世界観のクロスオーバー作品として扱う、マーベルシネマティックユニバースシリーズの作品としては、アベンジャーズに続いて、 第7作目となる。そのこともあり、アベンジャーズでハルクに変身して、アイアンマンと共闘したブルースバナーがエンディングで出演している。本作は映画、アイアンマンシリーズ3部作の一応の完結編としており、主人公のトニー・スタークがアイアンマンになる以前の今より王兵だった頃の武霊が招いた危機とアイアンマンとなったことで生じた。 トラウマ、今なお胸の奥に残る兵器の破片。一作目では、トニー・オラチ氏二作目では、仇役のウィップラッシュを陰か,から支援していた因縁、深いテロリスト組織、テンリングスとそのリーダー、マンダリンの真の正体が、明らかになり直接対決する、などといった、様々な問題に決着をつける内容となっている。マーベル・スタジオが制作、ウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズが配給する。 監督は、シェーン・ブラック、脚本は、ブラックとドリュー・ピアースが務め、ウォーレン・エリスによるコミック、エクストリミスを元にした物語となっている。トニー・スターク役のロバート・ダウニー・ジュニア、ペッパー・ポッツ役のクイーン・エス・パルトロー、ジェームズ・ローディ役のドン・チードルは引き続いて出演する。全2作の監督であるジョン・ファブローは、制作葬式としてクレジットされると同時に引き続いて、ハッピー。 方眼役を務め、この他に、ガイ・ピアース、レベッカ・ホール、ステファニー・ショスタク、ジェームズ・バチ・デール、ベン・キングズレイらが主要キャラクターを演じる。アイアンマンに公開後の2010年5月に、ファブローは監督交番を表明し、翌2011年2月に、ブラックが新たに起用された。2012年4月から5月にかけて、キングズレイ、ピアース、ホールらが加わり、 5月23日より、ノースカロライナ州ウィルミントンで撮影が開始された。ノースカロライナ州の他にもフロリダ州、中国、ロサンゼルスでも撮影が行われた。視覚効果には、スキャンライン VFX、デジタルドメイン、ウェタデジタルなど17社が参加した。ポストプロダクション時に、ステレオ D による 3D 変換され、2013年4月14日に、 フランス・パリのグランレックスでプレミア上映が行われた。国際市場では4月25日、北米では5月3日に封切られた。日本では4月26日と全米の一般公開日よりも早く封切られた。マーベル・シネマティック・ユニバースの映像作品でこのような措置が取られたのは本作が初である。日本でのキャッチコピーはさらばアイアンマンとなっている。トニー・スタークは 1999年の大晦日にスイスのパーティーに訪れていた。パーティーで知り合った植物学者のマヤ・ハンセンに興味を持って彼女の部屋に向かうがアドバンスド・アイデア・メカニックスの創設者である若き科学者アルドリッチ・キリアンの熱烈な交渉を受ける。トニーはキリアンに屋上で商談する約束をするがそれを保護にして 生物の遺伝子の未使用領域を活用して能力を向上させるという研究についてマヤと人よを過ごしながら話し合った。キリアンは寒空の下で一晩中トニーを待ち続けたが結局現れず屈辱を与えられる。2012年12月、ニューヨークにおけるアベンジャーズがロキと下売り軍団の戦いから7ヶ月後、トニーはスタークインダストリーズを 恋人ペッパーに任せ、アーマーを次々と開発していた。遠隔操作と自動装着を可能にする新型アーマー、マー四4 2まで開発したものの、かつての戦いで不眠症やパニック障害を患ったトニーは悪夢や発作に悩まされ、どこに行くにもアーマーを持ち歩くアーマー依存症とも言うべき状態に陥っていた。その頃、アメリカ国内では爆破テロを行っては、 電波ジャックによる犯行声明を出すマンダリン率いるテロリスト組織テンリングスの活動が問題視されていた。トニーの親友であるジェームズ、ローディローズ大佐は大統領の命を受けウォーマシンを改良した新型アーマーアイアンパトリオットを着て捜査を行っていたが周囲に全く爆弾の痕跡を残さないことから実行犯を特定できずにいた。そんなある日、 ペッパーのもとにキリアンが現れる。かつては小さな研究所だった AIM は今や政府に認可されるほどの大きなシンクタンクとなっていた。キリアンはペッパーに人間の脳の未使用領域を利用して人の能力を向上させる細胞、をエクストリミスの研究を行っていることを打ち明け、その研究開発を共同で行おうと提案するが、研究結果が 軍事利用されるかもしれないと考えたペッパーは断る。一方、警備主任となっていたハッピーは、キリアンとその同行者を不審に思い、彼らを尾行して、チャイニーズシアターで同行者が謎のスーツケースを不老者に渡す現場を押さえる。が、そのスーツケースに入っていた薬品を不老者が摂取した直後、高熱を発しながら爆発を起こす。周囲の民間人数名が、 犠牲になり、ハッピーも重傷を負って昏睡状態となってしまった。事件を知ったトニーは、マスコミを通じて、お前の命はここまでと思え、いつでも受けて立つと、自宅の住所を公表して、マンダリンに宣戦線復告情報収集を行い、テネシー州のある町で告示した爆発事件が起きていたことを知る。その直後、マヤがエクストリミスの件で相談があると言って、 トニーの家を訪れるが、マスコミのヘリに偽装したテロリストのヘリが襲撃してくる。まだ武装の配備や調整が万全でない、マーク42の最新機能を何とか使いこなし、自宅を破壊されながらも、ペッパーとマヤの二人を逃し、自身も空を飛んで危機を脱するが、テネシー州に不時着したところでスーツは故障してしまう。トニーは、 現地で偶然出会った科学好きの少年、ハーレイの協力を得ながら、爆発事件の現場や関係者を調べるうちに、爆発を起こした人間が、キリアンの属している、AIM に関わっていることを知る。ローディの協力を得ながら、マンダリンのアジトを突き止めたトニーは、マンダリン本人を尋問するが、マンダリンという人物は実在せず、本人とされていたのは、 金で雇われた売れない俳優のトレバース・スラッタリーであり、裏で糸を引いていたのはキリアンであるという事実を知る。キリアンは、テン・リングスの紋章を利用するとともに、マンダリンという架空のテロリストを作り上げて、テロを起こさせ、それに乗じて、各国の政府や軍に武器を売るというマッチポンプを行い、世界を裏で操ろうと格索していたのだ。その直後にトニーは、ローディとともに、 キリアンに囚われ、マヤと再会し、彼女がキリアンの手先だったことを知る。トニーはそこで、マヤはエクストリミスを平和利用の目的で広めるためにやむなく、キリアンに接触したこと、ペッパーもキリアンに捕まり、エクストリミスを投与されて拷問されていることを知らされる。トニーの説得でマヤは、キリアンから離反するが彼の手で殺されてしまい、トニーもまた命の危機に瀕するが、 JRVIS とハーレーが修理したマーク42が開い、これを装着したトニーは、ローディと共に反撃に転ずる。クリスマスの夜、ペッパーが捕らわれた巨大タンカーに潜入したトニーと、ローディは、これまで開発したアーマーを全機召喚して、エクストリミスソルジャー軍に総攻撃をかけ、現場に捕らわれていた大統領を救出。続いて、 ペッパーを発見するが、投薬で自らもエクストリミスソルジャーとなったキリアンの妨害に遭い、トニーの奮闘虚しく、ペッパーは火災の炎の中に転落してしまう。怒りに燃えるトニーは、キリアンとの一騎打ちの末、マーク42をキリアンに着せて自爆させるという奇策で、重傷を負わせる。それでもなお立ち上がるキリアンだったが、同じくエクストリミスの作用で超人とかし、 炎の中でも生き延びていたペッパーの反撃で死亡した。こうして一連の事件は決着し、ペッパーとトニーはお互いの愛を確かめ合うと、アーマー依存症の克服を宣言し、総攻撃で破壊されなかったアーマーをすべてクリスマスの花火代わりに自爆させる。その後、ペッパーはトニーの開発した下毒剤で常人に戻り、トニーもアークリアクターを胸から外して、 心臓手術を受け、ミサイルの破片を胸から除去されて、普通の人間に戻った。こうして、ヒーローではなくなった、トニーだが、アーマーは私にとって眉だった。それを破って私は生まれ変わったと10回、新たな人生を歩むことを決意して、物語の幕は降りる。パワードスーツその他のテクノロジー重火器ビークル組織、アメリカ合衆国パキスタン南アジアに位置する国家。 ローディは、電波ジャックで放送される、マンダリンの映像の送信元がこの国家であると、突き止められると、現地へ出動し、捜索を開始するも、二度の誤情報の末に、安物スポーツウェアの縫製工場で作業員に、なりすました、エクストリミスソルジャーに捕まってしまう。アイアンマン2の公開後、マーベルの特定作品の配給権を持っていた、パラマウント映画とマーベルエンターテインメントの、 親会社であるウォルト・ディズニー・カンパニーが対立し、3作目の制作が不透明となった。2010年10月18日、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズは、アイアンマン3とアベンジャーズの世界配給券を、パラマウント映画から買い取った。パラマウントは、制作には残留している。ディズニー、マーベル、パラマウントは、アイアンマンんの公開日を2013年5月3日と発表した。 2010年12月、アイアンマン及びアイアンマン2の監督であるジョン・ファブローは、マジック・キングダムを優先するためにアイアンマン3の監督を降板した。彼は、ジョス・ウィードン監督による関連作、アベンジャーズでは制作指式、アイアンマン3では制作を務める。2011年2月、シェーン・ブラックと監督契約の最終交渉に入り、さらに彼は、 脚本を執筆することとなり、さらに3月にはドリュー・ピアースが共同脚本家として雇われた。ブラックは本作について現実世界にいるような悪人と戦うトム・クランシー風スリラーになると説明した。2011年9月、マーベル・スタジオズはノースカロライナ州ウィルミントンの絵上、スクリーン・ジェムズ・スタジオで主に映画を撮影することで合意に達した。他に、 ミシガン州で制作する案もあったが、ミシガンフィルムオフィスは、ノースカロライナ州の税制上の優遇措置を一致させることができなかった。2012年4月、ベンキンキグズレイを、アイアンマン3の悪役として、出演交渉中であると報じられた。映画の偽のワーキングタイトルは、ケージ・ド・ヒートであり、マーベル・スタジオは、トナビー、ダールキストキャスティング会社と共に、 ノースカロライナ州内でエキストラを探した。翌週、制作者のケビン・フェイグは、アイアンマン3はノースカロライナ州で5週間撮影し、全力のトニー・スターク中心の映画だ。アイアンマンの前半の影響をとても受けている。彼は丸裸になり、壁にぶつかったので、そこから知恵を絞らなければならない。彼はそう呼べない。彼はキャップを呼べない。彼はニック・ヒューリーを呼べない。 そして彼は、空でヘリキャリアを探すことができないと述べた。4月末、ウォルト・ディズニー・カンパニー・チャイナ、マーベル・スタジオズ、DMG ・エンターテインメントは中国で、アイアンマンさんを共同制作する契約を発表した。また DMG は中国で、ディズニーと共同で配給も行う。4月20日、ガイ・ピアースは、原作コミックのエクストリーミスのエピソードで登場する。 アルドリッチ・キリアン役として最終交渉に入っていると報じられた。さらに中国の俳優アンディラウがトニー・スタークの旧友で中国の科学者役での出演交渉がなされた。またジェシカ・チャステインも出演が打診されたがスケジュールの都合により断念された。彼女の代わりにレベッカ・ホールがキャストに加わった。彼女の役割はエクストリミスというナノテクノロジーの喪失において 重要な役割を果たしている科学者として記されている。さらに数週後、ジェームズ・バッジ・デールが悪役のエリック・サワン、アシュレイ・ハミルトンが同じく悪役のファイアーパワー、そして全2作と同じく、ジョン・ハブローがハッピー・ホーガンにキャスティングされた。ウィリアム・サドラーも、また役名不明ではあるが出演が報じられている。アベンジャーズで、マリア・ヒルを演じたコビー・スマルダーズが本作にも、 出演するという報道がなされたが、スマルダーズは、ツイッターでこれを否定している。撮影は2012年5月23日より、ノースカロライナ州ウィルミントンのエウェスクリーンジムズスタジオで開始された。6月4日から6日には、ケイリーのエピックゲームズ本社で行われ、巨大なクリスマスツリーがセットされた。他に、ウィルミントン国際空港でも撮影された。 ノースカロライナ州でのセットの画像には、アイアンパトリオットらしきスーツが映っていた。それは後に、赤と白と青色に塗られた、ウォーマシーンのアーマーであると報じられた。また、アドバンスドアイデアメカニクスのロゴが入った、建造物の写真が公開された。6月下旬、ウ上、スクリーン・ジェムズ・スタジオで巨大な貯水槽が、スタークのマリブの邸宅を破壊し、 海に落とす場面で使われたと報じられた。また同月、アンディ・ラウは第一子が生まれたために出演を断っていたことが報じられた。ラウの降板後、大役に陳同盟と牛坊が候補となった。また、中国の女優のヤオチェンとハンヒョウヒョウが別の役で候補となった。7月19日から8月1日までにはオークアイランドで 太平洋上の空中降下の撮影が行われた。7月下旬には、ステファニー・ショスタクがキャストに加わったことが報じられた。8月上旬には、ノースカロライナ州ローズヒルで撮影された。8月14日、女優のデール・ディッキーがキャストに加わり、現在出演場面を撮影中であることを明かした。8月15日、ダウニーが足首を負傷したために制作が一時、中断された。 8月24日、撮影は再開された。9月上旬、ラウの代役としてはシュエチーが、チェンルー役にで、キャスティングと報じられた。デーニアビーチと、南フロリダ周辺の場面の撮影のため、キャストとスタッフは10月1日には、フロリダ州に到着した。同日、負傷していたダウニージュニアがセットに戻った。10月上旬、 マリブのレストランのネプチューンズネットのレプリカで撮られ、さらに撮影がビスカヤ博物館と庭園で行われた。10月半ばにはウィルミントンに戻り、追加撮影が行われた。11月1日、ビスカヤ博物館と庭園とアフガニスタンの村市場のように装飾された廃工場で撮影された。アメリカ合衆国での撮影は11月7日にウィルミントンで完了した。 12月10日より中国の北京市での撮影が始まった。撮影は12月17日までの1週間を予定していた。中国での撮影は主要キャストやスタッフ抜きで行われた。2013年1月、シェーン・ブラック率いる撮影クルーが1月20日から24日までのインドでのロケーションスカウティングを行っていると報じられた。また1月、ドン・チードルは カリフォルニア州のマンハッタンビーチで再撮影が行われていることを明かした。また2013年1月23日の週には TCL チャイニーズシアターでも撮影が行われた。視覚効果スーパーアバイザーはクリスタウンゼントが務め2000カ所に及ぶ VFX ショットが17のスタジオによって作成された。アイアンマンスーツの CG モデル制作は当時、 デジタルドメインに在籍していた成田正隆が担当したが、制作途中で同社が倒産したため、VFX 作業の多くが、ウェタデジタルに引き継がれた。2012年10月、ブライアン・タイラーが映画音楽の作曲契約を交わした。2013年3月、ディズニー・ミュージック・グループは、コンセプトアルバム、ヒーローズ・ホールと、サウンド・トラック版を発売を発表した。 2013年4月30日にハリウッドレコードとマーベルミュージックより発売された。2013年4月にフランスパリのルグランレックスで行われたプレミア上映でのロバート・ダウニー・ジュニアとグイニス・パルタロー。世界配給はウォルト・ディズニー・ピクチャーズが行う。中国では DMG エンターテインメント、ドイツとオーストリアではテレミューン・ヘングラパより公開される。 中国では、同国の観客向けの場面を追加した、中国バージョンが公開された。このバージョンでは、ウー博士の場面などの4分間のカットが追加され、また、中国製品のプロダクトプレイスメントも含まれる。アメリカ合衆国では2013年4月24日に、エルキャピタンシアターでプレミア上映が行われた。イギリスでは、当初4月17日に、 プレミアが行われる予定であったが、元イギリス首相のマーガレット・ザッチャーの葬儀と重なったために18日に変更された。日本の名古屋市のコロナシネマールド含めた世界各国の4デラックス方式を備えた劇場では同方式での上映がなされた。2012年7月、サンディエゴコミコンインターナショナルで今作より新しく登場するアイアンマンのアーマーが前2作と、 アベンジャーズのアーマーと共に展示された。パネルでは、シェーン・ブラック、ロバート・ダウニー・ジュニア、ドン・チードル、ジョン・ファブロー、ケビン・フェイングが語らい、数分の映像が流された。初めてのテレビ広告は、アメリカ合衆国 CBS ネットワークで中継された、第47回スーパーボールの際に放送された。2013年3月25日、マーベルとディズニーは、本作中以前に、 トニー・スタークが作ったアーマーを紹介する公式、Facebook ページ、アイアンマン3アーマー・アンロックを公開した。アイアンマン3のブルーレイおよび DVD は2013年9月4日に発売された。2013年6月7日時点で、ロッテントマトズでは264件の批評家レビューで、支持率は78%となっている。またメタクレティックでは43件のレビューで、 過重平均値は六十二百となった。二千十三年六月五日時点で、北、アメリカで三億八千六百八十二万三千二百九十二ドル、それ以外の国々で七億九千五百二十万ドル、全世界で合計十一億八千二百二万三千二百九十二ドルを売り上げている。世界工業収入は、歴代八位、二千十三年公開作品では一位。 マーベル・シネマティック・ユニバース作品としては、アベンジャーズに次いで2位。アイアンマンの映画作品の中では1位単独の、スーパーヒーローを描いた作品としては、歴代1位。ディズニー配給作品としては2位の成績である。世界公開発週末興行収入は3億7250万ドルで、歴代7位の成績である。2013年5月3から5日の週末には、 全世界のアイマックス劇場で2860万ドルを売り上げるが、これは歴代1位の成績である。公開23日目には、ディズニー映画としては、史上6作目、全映画の中では、史上16作目となる10億ドル超えを達成した。これは4位の到達日数である。2010年にディズニーが交わした契約により、パラマウント映画は、 アイアンマン3の興行収入のうち9%を得る。アメリカ合衆国とカナダ以外の全市場では歴代で7位。2013年公開作品としては1位。スーパーヒーロー及びコミック原作映画としては歴代2位。ディズニー配給作品としては歴代3位の成績である。公開初日には12カ国で1320万ドルを売り上げた。 4月28日までの5日間の初週末、工業収入はで42カ国で1億9800万ドルであった。この初週末工業収入には、アイマックス上映分の710万ドルも含まれている。フィリピン、台湾、シンガポール、ベトナム、マレーシア、中国、ウクライナ、ロシア及び独立国家共同体では初日工業収入記録が塗り替えられた。 また、タイと南アフリカでは初日及び単日、工業収入記録が塗り替えられた。また、アルゼンチンでは、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2に次いで、歴代2位の初日工業収入であった。アルゼンチン、エクアドル、香港、インドネシア、ベトナム、台湾、フィリピン、マレーシア、シンガポール、タイ、南アフリカ、アラブ首長国連邦では、 公開初週末記録を更新した。メキシコ、ブラジル、ロシア及び CIS では歴代2位の初週末成績であった。インドではアメージングスパイダーマン以降のハリウッド映画としては2位の初週末興行収入であった。台湾、オランダ、ブラジル、フィリピンでは IMAX 劇場の初週末記録を更新した。インドネシア、マレーシア、 ベトナムでは累計工業収入で歴代最高となった。北米外市場では3週連続で週末工業収入1位を記録した。制作にも携わった中国では深夜上映で210万ドル、初日に2150万ドルを売り上げ、それぞれ新記録となった。初週末全体では6410万ドルを売り上げた。 中国での累計工業収入は1億2070万ドルを超え、韓国、イギリス、アイルランド、マルタをしのいで、北米外市場で最高の成績となった。日本では25.3億円の累計工業収入、2013年年間ランキング12位となっている。2013年6月3日時点でアメリカ合衆国とカナダ市場では2013年最高の 興業収入であり、コミック原作及びスーパーヒーロー映画としては、歴代5位の成績である。公開初日の興業収入は6,890万ドルで、歴代7位の成績である。公開初週末3日間の興業収入は1億7,410万ドルで、アベンジャーズに次いで、歴代2位の記録である。公開初週末の観客のうち55%が25歳。 以上、61%が男性であり、45%が 3D 劇場からの売り上げであった。IMAX 劇場のみでは、初週末2650万ドルを売り上げた。2週目末には7250万ドルを売り上げて、連続1位となったが、これは歴代4位の成績である。アベンジャーズ以降のマーベルスタジオ作品の配給権を、 ウォルトディズニーピクチャーズへ譲渡する契約の一環として本作とアベンジャーズではディズニーの代わりにパラマウント映画のロゴが使われている。ありがとうございます。